こんにちは、ヒガです。11月8日、金曜日の昼です。昨日、辺野古の座り込みに行ってきました。昨日の辺野古では、97歳の中山さんのご長寿のお祝いがありました。中山さんは若い頃、第二次世界大戦をサイパンで経験をしています。何度も死にかけた経験をしています。毒を体験しているのです。その体験から二度と戦争を起こしてはならないと反戦活動を続けています。今でも働いています。看護師として働いているんです。97歳で看護師、あっぱれとしか言いようがありません。毎週木曜日は欠かさず辺野古の座り込みに参加をしている。まさに平和の闘士です。その中山さん、昨日のご長寿のお祝いの様子、一部切り取って紹介をしたいと思います。前編を見たい方は、私のサブチャンネルである比嘉孝雄&平和の闘士沖縄をご覧になっていただきたいと思います。それではどうぞ。私はどうしてこんなの年寄りになったのかなって言って、私はあの努力もしたことない、勉強もしたことない、それでも97歳っていう年齢っていうのは私にはよくわかりませんけれども、それで多分親とかね、親が富士のおかげかなと思って、一つだけ短歌を作りました。これはあまり上手じゃないんですけど、タラチネの対玉割りし親富士に、さしてほの子に今日も、さして辺野古の基地に今日も立つというふうに短歌を作りました。ですから自分で何にもしないのにこの年になるということは、多分ウヤファー夫人のおかげかな、親とね、そうと思って、私は簡単なそういう短歌を作りました。上手か下手かは分かりませんけれども、私の気持ちがね、随分入ってます。もう一度言います。タラチネの体、タイって体ですよ、タイ賜りし親富士に、刺して感謝して、刺して辺野古の基地に割れたという短歌です。ありがとうございました。本当にありがとうございました。明日さんもまた頑張ります。中山さやこさん、ありがとうございました。ここにですね、さやこさんがいつもいろんな学校とか、それからいろんな施設でやっていらっしゃるこの紙芝、今日はちょっと時間がないのでちょっとできないということですが、ぜひ皆さん、さやこさんをまたこれからも活躍していただくようにですね、あちこちでもう時間と体力の許す限り駆けつけるということですので、こういうところでやったらいいよっていう情報ありましたら、また中野さんの方にお伝えいただければと思います。本当に今日はおめでとうございました。もう私たちがね、勇気づけられるので、本当にもう心より感謝申し上げます。皆さんのご協力で本当に1時間で終わるのかなって心配してたんですけど、どうやら大丈夫だようです。そして最後にゲート前でも言ったんですけど、みんなで沖縄今こそ立ち上がる、そして座り込めを歌うという、このプログラムにそういう風になってますね。そうみんなで沖縄今こそ立ち上がる、歌いましょう。沖縄の道は沖縄が開く、いくさゆの拒み平和に生きるため、今こそ立ち上がろう、今こそ奮い
この海を守り抜くために、明日に迫るが立ち止まりはしない、今こそ立ち上がろう、今こそ奮い立とう、たえの森を守り抜くために、力を合わせてスクラム、通りましょうね。Thank you.